加藤コーナーとノイリー正明の3分3ラウンド延長1ラウンドスーパーファイトが始まります。さあ正人さん、はい、まあ、怪物に加藤コーナーが挑むという構図になりました。僕この試合の1週間10日前くらいにクレストに練習見に行ったんですよ、はい、その時やっぱクレストの中の強豪選手いっぱいいるじゃないですか、その中でもやっぱりノイリーのねパンチキックっていうのは飛び抜けてましたね。際立ってましたか。際立ってましたね、これは強いわっていう感じしましたね。日本人ファイターでは絶対チャンピオン絶対王者です。完全無欠無敵、そこに加藤コーナーが挑むという構図。第1ラウンドのスタートです。2022年はどんなノイリー正明を見せてくれでしょうか。先ほどアンポルキアがメッセージを伝えました。今年ノイリーの首を取る、追ってくる奴らがいます。さあ関根さん、今年はノイリーのどんな姿を見たいですか。やっぱりね、連戦連勝で行ってほしいですよね、ただ加藤コーナーいい選手ですよ、はい、独特の柔らかな動きがあるというのは加藤コーナーです、これがプロ10戦目の加藤コーナー26歳、右を振る、本当の来たコーナーがね。さあノイリー正明の連打が来た、耐えるか加藤コーナー。これ亀になってもらわない方がいいですよ。あ、そうですか、動いた方がいいですね。引かされますからね、もうノイリーのパンチは必ず急所ってきますから、さあ佐藤さん、はい、まあ、加藤がどういったノイリー対策をしているかですね。そうですね、ナイスミークロス。これ今でも作戦を出す前にもうノイリーがもう潰しにかかってますんで、もう来ましたか、はい、の加藤コーナーこれ練習したことを出したかないと、右のロー、スピードはもちろんテクニックもあります。そして打撃の打ち方を変えてきた。この距離だともう全部潰されますよ、攻撃ノックアウトするためにより攻撃的になったというのがノイリーの一番得意な、左ボディもアウトサイドインサイドを使い分けてくるんですよね。インサイドは今、はい、いや平子さん、何かもうノイリー恐ろしささえ感じますね。この距離だと危ないですよ。ゆっくりした詰め方がノイリー、ここから顔面膝きますからね、はい、さあどう展開するかノイリー正明、もう国内には敵がいないと見せます。次は世界最強を目指してというノイリ、右アッパーも入れる、左このまたサウスポーにスイッチしてもこう右と真ん中がこう遜色ないんですよね、この距離は加藤気をつけなければいけません。さあ間もなく第1ラウンド1分、左強烈鳴り響いたキックオン、同じ位置を蹴る、もう一つ膝、危なかった今の、紙一重です。ナイスコーナーつまんない方がいいですよね、動いていきたい、ヘッドリーアッパー引きましたよ。さまざまな引き出しを引いて出してきますノイリーです。この表情、ノイリー仕留めるがコーナー、ここ気をつけなければいけません。ここから何出そうか考えてますからね、耐えるか加藤コーナー、怪物がやってくる、あそこから左ストレート、倒れた、突き刺した、効いた、これボディ顔どっち、顔ですね、顔か顔面ですか、右のストレートかな、左ストレートボディも入ったように見えましたけどね、ボディの後ですぐ左ストレート出しましたね、さああと10秒、わあ、ミキロス、あと加藤もいく、応戦する加藤コーナー、怪物に向かっていきますが、ここで第1ラウンド終了のゴングです。第1ラウンド終了間際加藤コーナーが倒れました。関根さんいかがでしたか。いやなんか見てて怖いですね。今日感じますか、ノイリーの強さ、ターミネーターを思い出しちゃいますよね、もう逃げても逃げても、あ顔面ですね、左右入って倒れました。三日月蹴りからのこれがまた、はい、あのそんな強そうなパンチに見えないんですけど、しっかりと顎狙ってるんですよね、的確に捉えてるわけですか、はい、だから倒れるんですよね、顎もう一つ顎2つ、いや平子さんこれはダメージ残るでしょう ね、あの対戦した選手がみんなじわじわ巨大な壁が迫ってくるような感覚を覚えるとね、みんなおっしゃるんですけども、それがよくわかりますね、まさに鉄壁のノイリ、本当なんかこう友達と待ち合わせしているように立ってるんですよね自然体、戦っているように見えない雰囲気ですか。さあ加藤コーナー勝負、挽回できるか、逆転の一発はあるか、もう加藤コーナー行くしかないですよね。そうですよね、佐藤さんも加藤は仕掛けますね、もう倒されてもいいから、パンチぶん回していってもいいぐらいですよ、あそうですか、もうやられちゃってもいいから、
それがもう見せられるもん見せた方がいいですよ、このままだと何も出せずに終わっちゃいますよ。これうわあとふらついた、この前蹴りどこ出してんだろう。フック、打撃来る、聞いた、どうかどうか、うわまだ立っている、まだ立っている、もうギリギリのところです加藤コーナー、弱気になるとなるなとセコンドから声が飛んでいます。もう気持ちちょっと折れそうになってますよね、この攻撃力になんとか立っている加藤コーナーです。 あの近い距離から前蹴りでね、はい、こうボディかこうよくこの細かいモーション、もう一発返したコーナー、フックフック、アッパー2つ、コーナー選手も根性見せてますね、そうですね、あのレオナペタスの弟です。空手で鍛え上げてきたという加藤コーナー、小学校3年生から考えられました。ふらつく加藤コーナー、そうそう、返してあれ膝蹴ってるんですかね、あの前蹴りは、あの近い距離、そうですね、あの、うん、内ももの内もも膝みたいな、膝頭を狙ってる感じですかね。あ、膝頭狙ってますか、膝頭狙ったりボディに入れたりと、こうあの近い距離からの前蹴りですからね、いやもうでそこからもう左膝へ の, あのローへの膝も入りますからね、左ボディ倒れました、左ボディ倒れた、そんなさすがの井にまさき完全無欠、無敵の野入りが2022年もいます。ひれ伏しました加藤コーナー、いやーもうまささん余裕の表情ですね、余裕の表情ですね、もう涼しい顔して、いや本当ね、早くこう野入りが本気になる顔が見たいですね、そういう対戦相手見たいな、はい、次なるターゲットは世界というふうに言っています、外国人と戦いたいという野入正明です。ナイスアッパー、左のボディから左のアッパーダブルですね、余裕、この雰囲気から左ボディ、もう一つ左アッパー、左アッパ ー、 うわー、すごい、いや関根さん凄まじいテクニックですね、いや強いな、いやさっきアンポン見て強いなと思ったけど、はい、野入りも強いな、これはちょっとまた再戦見たいですけどね、見たいですね、まあ、その前にね、あの外国の強豪とも見てみたいですよね、いや平子さん、はい、先ほど関根さんがアンポも強かったけれどまた違った強さがあるというお話でした、いかがでした、見たいですけど、あのアンポの今日今回強かったのボディのね、ボディの削り合いなんか見てみたいですけどね、見てみたいですよね、いや強いな、佐藤さんの目にはこの野入正明どう映りましたか、あのもう完全にあの世界のあのトップクラスの、もう何もかもがトップクラスですね、もう本当だから世界中の強豪を心から見たいです、ファイターという大きな括りで見ても強いですね、はい、もう完全に強いですね、もう日本人ファイターでは敵はいないと野入正明は語っていました、なんかあの世界レベルの圧力みたいなのがあるんですけど、野入りは完全にそれです、今までにないさらなるマサさん空気感というのが出てますかね、野入り、そうですね、本当にこうね、どん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 、いやもともとなんでこんなに倒すんだろうと思って、こういろいろ見てたらやっぱりその狙うところが全てが急所なんですよね、やっぱそれが強さの秘訣で、もうミット打ちを見ても、はい、あやっぱパンチあるなっていう感じしましたもんね、あだんだんいい体になってきてますよね、うん、なんか厚みが前より増したような感じが、そう分厚くなってますか、もうパワーもついてますよね、テクニックがもともとあったんですよ、さああまり多くを語らないノイリですけれども、マイクです、はい、今日は応援ありがとうございました、そうですね、まあ、ちょっと、まあ、1ラウンド通そうかなと思ったんですけど、いろいろ試したい技とかもあったんで、まあ、2ラウンドまでかかってしまったんですけど、まあ、対戦してくださったコーナー選手ありがとうございました、まあ、この後、
まあ、ヒデさんに続いてセイヤがクレスト勢で僕含め3人で続くんで、しっかりド派手な KO を見せてくれると思うんで、最後まで楽しんでいってください。まあ、皆さんが多分聞きたいのは6月のことだと思うんですけど、まあ、僕は対戦表明ずっとしてもらってるんですけど、まあ、本当に僕は誰でもいいんで、お、まあ、決まった相手、まあ、名前を挙げるなら海人選手は、ずっと SB の海人選手ずっと僕の名前言ってくれるんですけど、まあ、僕は誰でも受けて立つんで、決まったらぜひ会場まで応援に来てください。まあ、僕の一個前にねえ、まあ、やってましたけど、まあ、僕に、ね、トーナメントで、まあ、あんな無様な姿で負けて日本人最後の砦とか言ってるんですけど、まあ、勘違いしてんじゃねえぞと、まあ、僕は思うんで、まあ、向こうは僕のことずっと目指してるって言ってるんですけど、まあ、僕はこんなところで止まってる必要もないと思いますし、僕は世界で戦っていきたいんで、まあ、日本人どうでもいいです。以上です。ありがとうございました。言い放ちました、ノイリー正明。その言葉にかっこいいという声が多く飛んでいた代々木第一体育館です。松田さん、今の声どういうふうに聞きました？まあ、まだまだですね、あのノイリの眼中に安保はないということですね。まさに日本人最強はこの男です。完全無欠ノイリ正明、大難度1分47秒、完勝でした。